お疲れ様でした。ラットでしたけど、今回もクラッシュロやっていくんですけど、今日はね、こちら流行りの 2.9 ジャイかな、やっていこうかなと思います。で、まあ 2.9 ジャイとは言ってるものの、ほぼジャイ出さないですね、イメージとしては。こう、結構ね、難しそうだなって思う方がいると思うんですけど、ジャイを出さないと思ってやると結構シンプルなデッキです。もうディガー削りですね。もうマジアチャディガー削りで、まあミリペで結構守るって感じですね。はい、なんで、こう、もうジャイ出さないですね。試合中にこう一回も出さないとか意外とあります。まあ一回出るとしたら、まあ最後のね、決め切る場面とかで出たり、まああとは対戦相手にもまあよるんですけど、クロスだったらいっぱい出すし、みたいな。まあそんな感じですね。というわけで、やっていきます。よろしく。で、こっちのアカウントだと、ありがたいことに、磨きスタンプがありますね。さあ、よろしく。で、ちょっと聞いてほしいんですけど、さっきこれで動画撮ってたんですよ。で、もう、なんか一戦目から、うわ、やべえ、負けるかもしれないっていうか、もう結構しょっぱなからね、大ダメージ受けて、うわ、負けるかもなーから奇跡の大逆転を、まずかまします。そして二戦目も、こう、どっち勝つ、どっち勝つからの、もうね、奇跡の、はい、大勝利っていうのを、こう、繰り返したな、3戦かなが続いて、グラチャで準勝できた神動画が撮れてたはずなんですけど、謎に、動画保存のね、たまにあるんですよ。なんかバグっていうのかわかんないんですけど、うまく撮れてない時がね、なんで、残念ながらボツになった後ってやつですね、マジで。そうなんですね。マジ、神動画撮れたんですね。もう神回って、サムネにつけたいぐらいの神だったんですけど、ちょっと悩みますね。これザップっちゃう、速攻。おら!さあ、コウモリが?えい、2発か。さあ、相手は、ゴルですね。さあ、これに対しては、同サイジャイアント合わせます。で、このジャイアントなんですけど、このジャイアントは、あれですね、タワーに届かせるジャイアントではなくて、ゴーレムをユニットで溶かす間の時間稼ぎの、もう捨てジャイですね。はい、君は、もうなくなってもいいよっていう感じのカードですね。かわいそうですけど。まあ、そういう感じです。で、この間に、さあ、いい感じに処理していきます。さあ、惜しいですね。そうすると、フルカウンターが、あ、これミニペカ戻ってくるよね、君。いやー、いいね。これはちょっと、ウッドを早めに出しておけばよかったですね、もうちょっと。か、マジアチャ出しておけばよかったですね。というわけで、カウンターいきまーす。で、相手のユニットの位置によっては、マジアチャで抜きたいですが、さあ、いい縦の戦士が、若干厄介めいてますが。さあ、これザップついてもないですね。さあ、ディガがコツコツ入り、まあ、いい感じにね、稼いでいます。で、暇なんでウッドでも転がしつつ。さあ、これはもう一回行きましょうか。耐えの、捨てジャイ。君はお別れのジャイですね。さあ、ジャイで、時間稼ぎしつつ、その間にね、ジャイを殴ってる相手のユニットを処理できそうならば、うまいこと処理できるとね、実装なんですけど、あ、マジやっちゃが。さあ、このメガゴだけでも処理したい。で、ここはあれっすね。このミニペッカで、俺のミニペッカ相手やろうとしてきてる、ちょっとうまいところを、さ、抑えていきます。さあ、ザップとウッドとマジアチャで、いい感じね。さあ、まあ、ゴーレムもこんな感じですね。相手のゴーレムの方にもよると思うんですけど、まあ、どの方でもね、基本的に防衛方法はこれで、やって残ったユニットにカウンターつなげるか、ユニットが残らなければ一回も一回落ち着いて、って感じですね。で、相手がなんか普通にケツゴレとかしてきたら、もう最後ね、残り時間が少なければ最後、逆サイね、ジャイミリペ、ディガーとかするだけで、ポッキリ生きると、甘います。よろしく!さあ、というわけで、思い返すだけで悩ますね。さっきほど、12勝したんですよね。このデッキで、そう。というわけで、まあ、やってるんですけど、なんか、ライキさんがね、お、これは、拾います。ライキさんがすごい動画を出してましたが、皆さん見ましたか?昨日のかな?なんか、茶番っていうのかな?なんか、ショート劇場みたいなの一人でやってましたよ。あれ見た人は多分、本当ってなるかもしれないんですけど、マジで実際にやった話みたいな感じのやつを、なんかね、ライクさんやってましたね。いや、クソ面白かったですね。なんか去年の、クロロリーグの、危ねなんか、ポノスのミーティングみたいなのが結構毎日やってたんですよね、ポノス僕らは。なんで、その時の、なんか、
モノマネというか再現みたいなのをやってましたが、よければね、ちょっとライキさんの動画めんどくさいんでリンク貼らないかもしれないけど、見に行ってね。いや結構面白かったです。しかもなんか毎日いろんな茶番をやるみたいなの言ってたんで、ちょっと楽しみですねそれは。しかもなんか僕のモノマネだから、まあみんなのマネをしてて、なんか僕のモノマネめっちゃうめえってコメントがたくさんありましたね。そんなにいいと思いましたけどね、僕こんなんだっけと思いながら、はい。なんでよければね、まあ僕はそんなことしないんですけど、めんどくさいんで、めんどくさいこと嫌いなんでね。さあというわけで、相手はウォールブレイカーちゃんですね。さあここはスケート、あーうまい、おー危ない、え待ってそれうまい、なるほどね。イーブやりますね、なかなかやりますね。さあこれはちょっと焦ります。流れを変えるならば一回 J 展開ですが、相手がまだバルキリーとかも全部似てるとフルカウンター来そうと、あと相手は中型スペルがないと思いますので、ないと思います、謎の敬語ですが、さあやっていきましょう。いきます、僕はやりに行きます。でこれディガー削りですね、あの僕のユニットはボムタワーで基本的に通んないので。さあからのゴブリンが出てきます。さあ分かってはいるがそんないい感じのウッドにもならない。うい、さあこれザップ打って、うい、さあウォールブレイから殴るっていうミニペッカー、うーん、おい、ナイス。さあいいですね、よく耐えた。ここはまあ相手もうまい許容していきますね。さあディガーコウモリで雪玉ぐらい咲かせましょうか。オッケー、このなんかあれ美味しいね。端前マジでじゃあタイミング合わないので一回置いて、さあウッドスケでウォールブレイカー守れるんで、ディガーウォールブレイカーね。さあ、あこれは美味しい、これは全てが美味しい、もう何もかもが美味しい。来た、なぜ俺は、あ待ってマジでずれた、そんなことある。さあだがこのここに一回ゴブリン挟んできますね。はい来たからのコウモリ出ます。うーん、出てほしいな今の流れは。さあうわーこれやべ、危ね危ね。さああーラット負けたのかと思うところですが、甘い、このコウモリをぶち抜きつつ、ウッドザップで綺麗に止めて、最後相手の雪玉が間に合わなくて勝つ。よし。ふう、危ねえ危ねえ。ちょっとね、危ないですよ、本当に。もうちょっと綺麗に勝ちたいと思いますが、まあ、こんな感じですね。さあ行きましょう。危ないですね、本当に。本当に危ない。まあ、ジャイは、今のはどうなんだよ。ウォルブレイカーに対しては、まあ、そんな出さなくても良さげでしたね。なんか、はい。出す必要もなかった感がありますね。本当にこのデッキ、ジャイが、本当に対戦相手によって出さない、ってか出さない率の方が高いと思うんですよね。なんでもう出さずに行きましょう。よろしく磨くよ、ふーし。というわけで、ウッド転がして、まあ、ディガーですね、基本的に。ディガーで、こう、受けが、ミニペッカは相手のユニット分かるまであんま下げたくないんで、今ね、ディガー飛ばしてからの、スケでね、スケをいい感じに回して、まあ、ジャイプリかな。ザップバーン、うわい、うまい、それうまい。まあ、でも僕も、ここ、あ、裏から行って、こう、プリンスがいないということは、防衛の要であるカードがいないということなので、行きつつ、あ、ダックブリ強くね。さあこれミニペがさて秋世間の一発しない、結構ダメージ受けてますね、あんまよろしくないですが、これディガーがタワー殴ってから好きですね。このスケの方が、うまくね抑えられます、効率がいいスケですね。これは受けるスケもいいんですけど、殴られてからのスケの方がいいですね。待ってくしゃみ出るよしさあ申し訳ないです、まあまあまあ、うわこれねちょっと勝ちたいですけど、多分ファイボなんで僕のねマジアチャがあんま活躍しない説が出てきますが、さあ一回
お相手しましょうか。まあ、ここ合わせていって、ポイズンだったら美味しいっすね。ハイブラッドも11本当に機能しなくて、コウモリもザップ打たれると、相手の、空がね、すごい厄介なんですよ。メガゴか。あ、待って、美味しい。これめっちゃ美味しい。さては、このマジアチャレンジがうまい。まあ、ハイボですよね。さあ、これは速攻溶かして、さあ、速攻溶かして、これディガーまで行っちゃっていいんじゃない？これにプリンスつきますね、多分。ああ、でもいい。え？これさ、ザップ打つ必要ないね。打たなくても、いい感じにダメージ入ってるんで。で、ここの相手のマジアチ、このマジアチないし、相手ファイゴ回ってないんで、多分。さあ、からのミニペット、このウッドですね。ウッドでいい感じに守ります。わ、いいファイボ。さあ、イモります。耐えます。耐えの時間です。さあ、ザップもさっき使ったので、このコモル無双が入り、さあ、いい感じですが、残り332が、なかなか削れない。なかなか削れないが、ファイボを巻き込まれない位置に出しつつ、これさて、ディガーもうまいこと防衛に使って、このミニペッカを延命します。さあ、相手は焦ってくる。さあ、来ました。マジアチャで抜きたいと思います。よーいよっんーよっんーあ、今入った多分。来た多分。やめてエルキーよくねえよ。ウェイグッドゲーム。いや、いいっすね。このデッキうまいんですよ、僕多分。知らんのんすけど。いや、マジでさっき12勝もしたし、今回またね、ずっと使ってるんすけど、まあ、2敗しちゃってるんすけど、意外といい感じって感じですね。はい。というわけで、このディガーね、ちょっと楽しんで、また多分動画出します。皆さんも一緒に使いましょう。まあ、雪玉かザップがすごい好みですけど、ザップの方が個人的に使いやすいとは思いますね。なんかとっさにパーンって打てるんで。はい。というわけで、ご視聴さました。お疲れ様でした。バイバイ。